さあ皆さん、ついにやってきました。ドラえもん、のび太の牧場物語、牧場物語シリーズ最新作となっております。で、こちらの続報がついにやってきました。で、こちらまず見てください。ダウンロードコンテンツパック1、冬の暮らし。なんとこちら、発売日当日の11月2日に配信が決定いたしました。これびっくり仰天ですよね。牧場生活がもっと楽しくなるダウンロードコンテンツパックが本編発売日と同時に配信されます。のび太たちの衣装や家具も冬仕様になっておりまして、まあ具体的にはこんな感じになってるみたい。めっちゃおしゃれだね。なるほど。ダウンロードコンテンツはこういった形で、まあ着せ替え機能っていう言い方語弊があるんだけど、こんな感じなんだ。なかなかおしゃれではありますよね。まあ確かに発売時期が、まあもうすぐ冬っていうことなので、まあこの仕様っていうのは、まあありがたいっちゃありがたいんだけどさ。ダウンロードコンテンツまたまた発売日当日か。確かオリーブタウンの時もそうでしたよね。まあこんな感じになってます。ちなみに皆さん、ドラえもんのび太の牧場物語、縮めてドラ牧というみたいなんですが、こちら購入される予定ですか？もし牧場物語好きだぜっていう方は、このタイミングで高評価を押していただけると幸いですね。よろしくお願いします。っていうか、牧場物語やってる人ってどれぐらいいるんだろう？ちょっとそこが気になりますね。ですので、ぜひ高評価を押していただけると、かなりですね、ありがたいのでお願いします。まあそもそも牧場物語ユーザーってあんまりいない気がするからな。まあちょっとそこはどうなのかわかりませんが、ぜひ一言コメントも残していただけると幸いです。さあ、こちらのゲームに関しましても、発売まで残り約10日となりましたね。そうなんですよ。約10日よ、約10日。なんかそう思うとさ、かなり感慨深いところがありますよね。ちなみに、ワンダフルライフに関しましても、別途動画投稿しておりますので、もしよろしければ、ワンダフルライフの動画も見ていただければ幸いです。さあ、ということで、こののび太の牧場物語、特徴としましては、秘密道具が使えるっていうところが、まあ最大の特徴なのかなっていうところですね。まあこれに関しては、以前の動画でも語っていますが、既存の牧場物語、まあそれプラスアルファで、秘密道具が使えるみたいなイメージかな。まあそちらで間違いはないかと思います。で、それプラス独自のキャラクターが出てきまして、今回は、クラン王国。こちらが舞台となっております。で、こういった形で、マモール。まあ、兵士の名前なんだけど、一応体験版でも話すことができたかと思いますね。そうそうそう、言い忘れていたわ。体験版も実はあるんですよ。もしまだやってないよっていう方がいらっしゃいましたら、購入前に、ぜひやってみたらどうでしょうか。まあ、内容自体はですね、残念ながら製品版に引き継ぐことはできませんが、ただ体験版をやることによって、特典が受け取ることできますので、もし特典が欲しいぜっていう方は、やってみるのもありかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、そういった形でダウンロードコンテンツ、何度出るっていうことが、何気に今回初めて明らかになりました。これはちょっとびっくりですね。ただ一方で値段に関しましては、多分こちら押していただくとわかるんじゃないかなっていうところ。ですので、もし興味ある方はですね、ぜひこちら、ドラ牧の公式ホームページ見ていただければと思います。で、公式ホームページに関しましてはこんな感じか。はいはいはい。まあ、事前に体験版やればそんなにギャップはないんじゃないかなっていうところで、もし良ければですね、ぜひぜひ体験版もプレイされてみたらどうでしょうか。で、今回ですね、Q&A も公開されておりました。こちらも見ていきましょう。結婚システムはありますか？本作に結婚システムはありません。なるほどね。はいはいはい。これ結構重要ですからね。まあ、以前の自分の動画にもコメントついていましたが、あれ？牧場物語といえば、結婚じゃねえか。あれ？結婚ってできるの？待って待って、結婚って誰がするの？みたいな。なんかそういったコメントがあったんだけど、まあ、どうやらですね、大本営からそこについて言及されておりまして、まあ、これはすごく重要な要素になってくるのかなっていうところですね。はい、結婚システムはございませんと。プレイヤーが操作できるキャラクターを教えてください。一人用プレイでは、のび太のみ。オフライン二人用プレイでは、1P がのび太、2P ではドラえもん。こちらを操作することが可能となっております。で、一人用プレイ時に、
一緒に行動できるキャラクターが知りたいです。結構いるんですよね。ちなみに体験版でもですね、なんと一緒に行動することがこれらのキャラクターとはできました。はい、もしよければ体験版の動画もご覧いただければ幸いですね。そしてライト、シルフ、ルアナ、なんだこれ、トトン、ピコっていう固定キャラがいるんだけど、これらのキャラクターともどうやらですね、一緒に行動できるみたい。へえ。で、オンラインプレイでは何ができますか？他のプレイヤーの牧場を見学できます。待って、オンラインプレイできるっていうのすごい嬉しいよね。まあ、牧場物語ってさ、皆さんご存知かと思いますが、基本的にはオフラインで一人で楽しんでいくっていうゲームなんだけど、ただこのドラ牧に関してはなんとね、オンラインプレイができるんですよ。これかなり大きいですよね。で、具体的に何ができるかっていうところですが、大きく分けて3つあるみたい。まず1点目は牧場見学。で、2点目はボトルメール。で、3点目は交流掲示板となっております。で、これ話戻りたいんだけど、他のプレイヤーの牧場が見学できるということで、見学中はどうやらですね、カメラ移動となりまして、キャラクター自体は登場しないみたい。自分の牧場データをアップロードすると、他のプレイヤーが自分の牧場を見学することができると。ですので、まあ、直近で発売する予定のポケモンスカーレット・バイオレット、ああいったゲームみたいに、まあ、誰かの、まあ、拠点というか、ワールドというか、まあ、そこに集まって一緒に通信プレイをしたりとか、まあ、楽しんだりとかっていうことはできなくて、あくまで牧場見学のみできるっていうことか。なるほどね。そして他のプレイヤーへ定ゲームを組み合わせたメッセージを送るもらうことができますっていうことで、一部のアイテムをプレゼントとして添付することができるみたいですね。で、こちらがボトルメールとなってるみたい。で、次交流掲示板っていうことでこちら見ていきましょう。他のプレイヤーが掲示板に残したコメント、過去定型文の組み合わせを見ることができるみたい。自分が残したコメント、他プレイヤーに公開することもできるみたいなので、まあ、これもかなりありがたい内容ではありますよね。で、服装は変更できますかというところで、物語が進むにつれて、ドラえもん、のび太、静香、ジャイアン、スネ夫の服装を着せ替えカメラで変更できるみたい。そして、セーブデータを複数個作ることができますかというところで、オートセーブ枠が1つ。2位のセーブデータに保存できる枠が3つあります。で、次に何をすればいいのかわかりません。で、メニュー画面でやることメモを見てみましょう。っていうことみたいですね。移動が大変です。物語が進むと、どこでもドアが入手でき、特定の場所へ素早く移動できるようになります。また、人間機関車セットを使ったり、馬を呼んで乗ることもでき、素早く移動ができます。なるほど。なんか3つぐらいあるんですね。移動手段が。これかなり大きいよね。物語を最後までクリアすると、牧場も最初からになってしまいますが、クリアデータから続きからでゲームを始めても、牧場が最初からになることはございません。クリア時、過去エンディング直前の牧場のまま、ゲームを引き続き楽しむことができます。なるほど。漢字に振り仮名はありますが、イベント中の会話やヘルプには振り仮名があります。ただしメニュー画面や日常会話などには振り仮名はありません。特典の受け取り方法を教えてください。パッケージ版早期購入特典、ダウンロード版予約特典っていうことで、いくつかございます。のび太たちの夏服セット、そしてみんなの家具セットですね。こちらが特典となっておりまして、何この法人特典って。春の月4日、掲示板チュートリアル終了後、本特典に関するやることメモ達成条件をクリアすることで入手することができます。これ何法人特典って。なんだこれは。前作プレイ特典。シーゼンタウンの衣装セットが手に入るみたい。で、これが冒頭で言っていた体験版プレイ特典ですね。で、こちらに関しては、お役立ちセット、春の月4日、掲示板チュートリアル終了後、本特典に関するやることメモ達成条件をクリアすることで入手することができます。で、これに関してはプレイするだけでなんとお役立ちセットゲットできるので、ぜひですね、体験版ダウンロードして、事前にプレイされてみたらどうでしょうか。ただまあ残念ながらですね、やり込んだとしても製品版に引き継ぐことできませんので、そこのところは注意お願いいたします。まあそんな感じですね。はいはいはい、なるほどなるほど。なんかいろいろ特典があるみたいですね。ただ特典を受け取ったところで、そんなに差がつかないような仕様になっておりまして、まあ基本的にはコスチュームが追加されると、まあそんな感じでしょうかね。ただこのみんなの家具セット、本特典に関するやることメモ達成条件をクリアし、
自宅を一回増築後、大工やベルオリバーで作成入手することができるっていうことで、これのみかなり大きなウエイトを占めてるのかなっていうところですね。まあそんな感じでしょうか。まあ他にも様々なことが書かれておりますが、まあ重要な事項としましてはそんな感じでしょうか。まあそういったところでね、このドラボク、牧場物語最新作もですね、いよいよ発売間近となりましたので、様々な情報が出てきております。で、冒頭でも言った通り、ダウンロードコンテンツ、なんと発売日当日に出るみたいなので、もしよろしければそちらの購入もしてみてはどうでしょうか。さあ、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもドラ牧ないしは牧場物語シリーズの動画を見ていただければ幸いです。牧場物語に関しては過去に200本程度動画を投稿しておりますので、ぜひ気軽にチャンネル登録をよろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。